2012年の野球において、メジャーリーグベースボールのポストシーズンは10月5日に開幕した。アメリカンリーグのワイルドカードゲームは同日、アメリカが州国テキサス州アーリントンのレンジャーズボールパークインアーリントンで行われ、ボルチモアオリオールズがテキサスレンジャーズを5から1で下した。この結果、オリオールズが地区シリーズへ進出することになった。レンジャーズはこの年、 4月と6月に7連勝以上を記録するなど好調で前半戦終了時点ではチク2位ロサンゼルス・エンゼルスと4.0ゲーム差の首位にいた。しかしその時点では9.0ゲーム差の3位だったオークランドアスレチックスが後半戦になって勢いを増して2位に浮上しレンジャーズを追いかけるようになった。後半戦の勝率はレンジャーズの539に対しアスレチックスは 671と差があり、ゲーム差もだんだん縮まっていった。10月1日からのレギュラーシーズン最終3、連戦では2.0ゲーム差の両者が直接対決し、アスレチックスが3連勝を果たした。これによりレンジャーズは4月9日から守り続けていた、地区位の座から最後に転落した。故障した、先発投手の穴埋めがうまくいかず、 野手も控えの層が薄い分レギュラーに頼りきりになったことが終盤にスタミナ切れを起こす要因になった。1試合平均得点は4.99でリーグ1位、防御率は3.99で同7位。オリオールズは前年まで4年連続の地区最下位だったが2012年は躍進した。前半戦終了時点では地区主位ニューヨークヤンキースから7.0ゲーム差の2位だった。 後半戦に入ると、7月中旬に10.0まで、広げられたゲーム差をその後は徐々に詰めていき、9月上旬には、首位に並んだ。それから1ヶ月、オリオールズは、単独首位にこそなれなかったものの、常に2.0ゲーム最内の位置につけて、ヤンキースを追いかけた。10月3日のレギュラーシーズン最終日は、オリオールズが勝って、ヤンキースが負ければ2チームが並びワンゲームプレイオフ。 開催という状況になった。しかしオリオールズはタンパベレーズに敗れ、地区優勝を逃すと同時に第2ワイルドカードに回った。この年は救援投手陣が要所で力を発揮し、7回終了時点でリードしていた試合は75勝0敗、1点差試合は29勝9敗など、好成績を収めた。1試合平均得点は4.40でリーグ8位。 防御率は3.90で、同6位。両チームはこの年、レギュラーシーズンでは、計7試合を戦っている。結果は、以下の通り。両チームの出場選手登録は、以下の通り。勝ち、上層オンダース杯、ダルビッシュ有審判、急審、ゲイリー・ダーリング、累審、1類、ジェリー・レイン、2類、テッド・バレット、3類、ビル・ミラー、ソトシン、左翼、 ブレック・ギブソン、右翼、クリス・グッチオーネ試合開始時刻、中部夏時間午後7時38分試合時間、3時間19分、観客、46,931人気温、歌詞75度詳細、mlb.com ゲイモデイ、espn.com、basebal-reference.com、ファングラフスこの試合の先発投手は、レンジャーズは、 ダルビッシュ U、オリオールズは、上層オンダース。レギュラーシーズンでの成績は、ダルビッシュが29試合191.1イニングで16勝9敗、防御率3.90、ソーンダースが28試合174.2イニングで9勝13敗、防御率4.07である。JJ ハーディはこの日にアンダを放つ試合は、初回から動く。表のオリオールズの攻撃では、 先頭打者、ネート・マクラウスが、初球の外角高めカッターを引っ張り、一塁手、マイケル・ヤングのグラブを引く試着で出塁する。そして自打者、JJ ・ハーディの打席で2球目に、マクラウスが盗塁を決めると、その次の球をハーディが中前へ運んで、マクラウスを返し、試合開始からわずか4球で、先制点を奪った。ダルビッシュは続く打線の中軸3人を凡退させて、 一失点に留めたが、立ち上がりから相手にリードを許した。レンジャーズはその裏すぐに反撃し、一番イアン・キンズラーの死球と二番エルビス・アンドラスのサゼンダで、無視一点三塁の好機を作る。オリオールズはこの時点で早くも、救援ウワン、スティーブ・ジョンソンに登板準備を始めさせた。しかしソーンダースは、三番ジョシュ・ハミルトンに、 初級の外角低めカーブを引っ掛けさせて2ゴロ閉殺に、仕留め、その間にキンズラーの生還こそ許したものの、こちらも1失点のみで危機を乗り切った。2回表、ダルビッシュは7番、マーク・レーノルズの手に死球をぶつけ、2死から投類を許して、再び得点圏に走者を背負う。だがその次の球で9番、マニー・マチャドを1ゴロに打ち取り、2イニング連続の失点を免れた。 ここから5回にかけては両、チームとも無得点で、1から1のまま試合が進んでいく。ダルビッシュは、今夜はすごく調子が良かった。投げたいところに投げられて試合が作れたと、自ら認めるように、5イニングで許した安打が2本のみと、オリオールズ打線を沈黙させる。対するソーンダースは、4回裏には1死から連打で1点3塁とされるが、後続を立ち、3回と5回にも、 走者を出した直後の打者を閉殺打に仕留めて、レンジャーズに勝ち越し点を挙げさせない。彼は、レンジャーズボールパークインアーリントンで過去に6、先発して防御率9.38と相性が悪く、さらに左腕の彼に対し相手打線が右打者を8人並べてくるという状況ながら、この日は5回まで1失点で踏ん張っていた。この均衡が破れたのは6回表だった。 オリオールズは、先頭の2番ハーディと3番、クリス・デイビスが、連続ウゼンダで、無視1点3塁の後期を作る。ここで4番、アダム・ジョーンズは、初球の内角低めスライダーを、右翼ウォーニングゾーンの手前まで運ぶ犠牲フライにし、3塁、走者ハーディを生還させた。この直後、ダルビッシュが、右僧棒筋の張りを訴えたため、試合が一時中断することに、再開後、 続投したダルビッシュの前にオリオールズはさらなる追加点こそ奪えなかったがこの回1点の勝ち越しに成功したその裏ソーンダースが3番ハミルトンと4番エイドリアンベルトレを打ち取り西無双者となったところでオリオールズは系投に入り2番手のダレンオデーが5番ネルソン・クルーズから3つ目のアウトを取った7回表オリオールズは西二塁としてダルビッシュを降板に追い込み 2番手、デレク・ホランドから1番マクラウスが敵地打を放って、リードを2点に広げた。オデーはイニングをまたいで7回裏も三者凡退に、抑えた。ジョシュ・ハミルトンはあっさりと凡退を繰り返したレンジャーズは8回、表、3番デイビスから始まるオリオールズの中軸を、上原康二が三者連続の空振り三振に退けた。その裏、打線は1番キンズラーの内野安打とオデーの、 牽制役総級で一死二塁とする。しかし2番アンドラスは、夕頃で、走者を進めることもできず。3番ハミルトンは、オデーの後を引き継いだサワン・ブライアン・マティスに3級、三振を喫し、後期が追いえた。この日のハミルトンは初級に手を出してのボンダと3級、三振が2つずつの4打数無安打で、打席を終えて、ダグアウトに戻る際にはファンからブーイングを浴びた。 逆に危機を切り抜けたオリオールズは9回表、相手の抑え投手、ジョーネーソンを攻め立て、1、2、点3塁から9番、マチャドのサゼンダと1番マクラウスの犠牲フライで2点を加えて突き放した。その裏、オリオールズも抑え投手のジム・ジョンソンをマウンドに送る。レンジャーズは彼から死満塁と、本塁打が出れば一挙同点という場面を作り上げたが、最後は9番、デビット・マーフィーが、 サヒに倒れて試合終了となった。オリオールズは1997年のリーグ優勝決定戦以来15年ぶりとなるポストシーズンでまずは敵地での最初の関門を突破した。続く地区シリーズではニューヨークヤンキースと対戦する。オリオールズとヤンキースは同じ東地区でレギュラーシーズン最終戦までしのぎを削った。 この試合で決勝の犠牲フライを放ったジョーンズは、ヤンキースは万全の状態で来るだろう。なんてったってヤンキースだから寝時を引き締めつつも、彼らを恐れてはいないと自信も覗かせた。一方のレンジャーズは、2010年、2011年と、過去2年はいずれもワールドシリーズで敗れていた。この年は、球団初の優勝を目指していたが、結果は、シリーズ進出すら叶わずにシーズンを終えることになった。 敗戦投手となったダルビッシュは、このタイミングでのシーズン終了を、マラソンを走れと言われて走って、30キロ地点で、サースパートというところで止められたみたいな感じと表現した。ありがとうございます。